だす。それでは2021シーズンユニフォームお披露目、ユニフォームパートナーのご紹介です。一試合一試合、常に勝ちを求めて、そこの勝利へのこだわりというのは、7年間で身につけたというか、経験してきたことなので、それを試合を通して出せればなと思います。もちろん、試合で、勝利を目指すのはもちろんですが、やっぱり日々の練習の中で、どれだけ、選手同士、切磋琢磨しながら厳しくやれるかが大事だと思うんで、自分がそれの見本になってみんなにいい影響を与えられたらなと思います。ザス爆殺群馬さんに拾ってもらった形だったので、まあ、常に本当に挑戦しながらの今までの歩みなんですけど、でもその中で大切にしているのはやっぱりこう感謝の気持ちを持ちながらずっとプレーすることなので、まあ、それをこれからもこの湘南でも持ちながらやっていきたいなというふうに思っています。まあ、去年はコロナの影響もあり、まあ、過密日程になって、まあ、自分の出場機会が増えて、まあ、そこは運もあったかなというのは思います。今年はまあチームに公言するのはもちろんですけど、まあ、目に見える結果、まあ、ゴールだったりアシストだったりっていうのを、まあ、出していければいいかなと思います。自分の武器は、左足を生かしたチャンスメーカーと思っております。しっかり攻撃の起点となってチームに結果をもたらせるよう頑張っていきます。またベルマーレの一員としてプレーできることに嬉しく思います。ベルマーレを離れたこの2年間で、成長した姿っていうのを見せたいですし、ベルマーレを勝利に導くために、強い覚悟を持って帰ってきました。今シーズンは本当に難しく厳しいシーズンになると思いますけど、自分の力をしっかり発揮して、サッカーを全力で楽しみたいと思います。自分の特徴はサイドでのドリブルであったりクロス、運動量、ハードワークができるところだと思っているので、そこでチームに貢献したいと思います。プロ1年目でマリノスに入団して1試合も試合には出てないので、もう一度 J1 という日本のトップのリーグで戦えることは本当にワクワクしていますし、北九州で培った経験というのを生かして湘南ベルマーレには J1 で経験している見本となる選手がたくさんいるので、いい部分は盗んでこの1年で成長したいなと思ってます。チーム一丸というのはやっぱり一番最初に思い出てくるところで、というのはやっぱ現場の選手だけじゃなくてこうフロントのスタッフだったりコーチだったり本当に全員が一致団結してるなっていう印象はあります。まあ、一体感があってやっぱりファン、サポーターやチームに関わる人々全員が一体感があって全員で勝利をつかみ取るという気持ちが見えるチームだなと思いました。まずは湘南ベルマーレに加入できたことを非常に嬉しく思いますし、僕を迎え入れてくれたこのチームにすごい感謝しています。そんなチームに少しでも勝利に貢献できるように自分の持ち味である運動量やアグレッシブなプレーを存分に発揮していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、
ウェルトンです。32歳、ポジション、フォワードです。まだ皆さんと一緒にいられなくて残念です。チームのためにゴールをたくさん決めれるように頑張りますので、よろしくお願いします。Olá, Xanã. Aqui quem fala é o Wellington Júnior, atacante de 27 anos. Chego para a temporada de 2021 com bastante vontade, com bastante determinação em prol dos objetivos do clube. Espero que possamos fazer uma boa temporada e conquistar os objetivos junto com os torcedores e com o clube, fazer um grande ano. Um grande abraço. フォワード陣も中盤も、守備陣も、これは本当に、個々の特徴をしっかり毎日のトレーニングの中で出し合って、そういう中での力、それからコンディション、こういったところでね、試合に出るメンバーが決まってくると思いますし、本当にそこは競争だというふうに思ってます。よりこう守備も含めて、ゴールを取るためにスピーディーでダイナミックな部分というものをより強く出したいなと思いますし、やはり個で取るだけではなくて、複数人数、数的優位を作った中で攻撃を波状攻撃していくということを我々のベースにしていきたいなと思います。